我々は今まで異常に箱に感謝しなければなりません。箱は今日の私たちの暮らしに必要不可欠な存在だからです。品物を運ぶときは必ず箱に入れて運びますし、ふふふふ、これはダジャレではないんですけどね。まあまあ、とにかく私はボックスの限界に挑戦するのです。そう、すべては縦かける横かける高さに詰まっているのですよ。